ボールが上ずってますもんね。高めに来たボールをどう捉えていくか。ここも高めに来ましたが球威が勝りました。ウォーカースイングアウト、これで2アウトになります。もうただ宮本さん、このウォーカーに対しては高め、まあ、インコース勝負というところになってきましたね。もうインハイ攻めでしたね。そうでしたね、狙って投げてましたね。そうですか、はい、これで2アウトを取りましたが、ここから今永にとっては怖いバッターに回っていきます。カットボールでしたね、みたいですね。あとすべてまっすぐじゃないですかね、はい、ただここで初球の岡本に対してチェンジアップを投じてきました。2球目を引っ張ったファウルボールです。続いている中での復調のきっかけをつかめるでしょうか。変化球できた、チェンジアップでしょうか。センター桑原が落下点。やっぱり右バッターのインサイドを投げるときに思い切りがいいですよね。おっと、ここは強振してきました、まっすぐ、まあ、臆せずに思い切ってインサイドに投げていけるというところでしょうか。当たったらごめんぐらいのね、はい、気持ちでインサイドを攻めてますね。そうですか、はい、に対してはボール先行、3ボール。あー、ここは変化球、バット回りました。チェンジアップ3ボール2ストライク。高めにボールが行きましたが151キロ、ファールグラウンド、ファーストの外掴んで2アウトです。今日の今永は普通だそうですよ。普通ですか、はい、いや完璧だったらやっぱりノーヒットノーランできますね。8番増田大輝、チェンジアップ打ち返してセカンド牧が掴みました。2アウト、なかったですよと宮本さんが言ったその刹那でした。インコース強振していきます。中で篠塚さん、点を取られたこの裏のこの攻撃でしょうね。セントラルリーグの2位、まあ、村上を追っていくというそんなジャイアンツの4番です。カーブ、ここはちょっとチェンジアップが主体の中で、篠田さん、時折この緩いカーブが来ますね。さあ2エンド2、あ、外のボール、ここはバット回りました。空振りの三振、今永ノーヒットで4回まで投球を終えています。山本健太アナウンサーのリポートがあった、ちょっとストレートが中に入ってくると、まさにああいったボールでしょうかね。カーブです、まあ、もしかしたらそうな予感がしてきています。東京ドームです。石川ツーストライク追い込んでいる。あ、ここはバットを振らせました。大城に素晴らしい当たり入れましたが、今永ノーヒットノーラン継続中です。まっすぐありますからね、球種がいろいろありますからね、はい、あ、ここはスイングアウト、ファーストに、佐野が外野からファーストに入っています。さあ今度もインハイダー、あ、バット回りました。狙ってはいかないと思いますよね、今度はインコース鈍い音がしたが、ファースト佐野に代わっていてベースをそのまま踏んで詰めないと、ね、なるほど、なんか書きつかないですよね。あっと、ここは強振でいきました。今日4年目の増田陸、こういったあの名前も連なっているというジャイアンツのベンチワークです。そうだったんですね、移籍後初安打初ホームランというところでしたが、ここは完全に詰まりました。ベースカバー余裕を持ってワンアウトを取ります。グラブと拳を突き合わせてワンボールツーストライク、空振りの三振を抑えた、今永抑えた、全球ストライク勝負、ストレート勝負。ストレートを先ほどセンター方向に捉えた大城に、まあ、大城の頭としては篠塚さん、ストレートではなく、はい、まあ、変化球で決めてくるだろうと。2ストライク取れました。そして7番石川慎吾、今シーズン15打数ではありますが6安打打率4で、ちょっと今永先ほどの対戦を経て宮本さん乗ってくるんじゃないですか。まだあると思いますね、落としてきたチェンジアップ、空振りの三振、ガッツポーズ出た。石川も悔しさをあらわにした。8回無失点、今永見事なピッチングです。宮本さん、8回最後にあの今日まだ感情を表してこなかった今永のガッツポーズ見えましたね。このチェンジアップです、見事ですね、いや惚れ惚れしますよ。あ、そうですか、そしてこのガッツポーズですね。